ゴールデンライブに今年は入ってこませんでしたが、
ビートアップもありますけど、選手ランキングで一番モテるオリックス選手、ベスト3、小田選手がベスト2位になりますからね。はい、そりゃそうですよ。頑張ってくれるのですけど、今おっしゃってましたけどね。でも、ボイスがあって止めてくれるじゃないですか。今のお客さんを、スリックワンで。あ、そう、目立ちますよね。ボイスさんで連行されましたね。アイドルみたいにして。確かに。一番アイドルらしい感じ、パフォーマンスが。ユニコンが7対3で、昨日の試合をお届けしましたけどね。どうでしたか、改めて。いや、やっぱり、うちわもね、たくさん待ってくださってる方がいらっしゃって、はい、今日、愛媛で最終日なんですけど、はい、始まる前から盛り上がりがすごいなっていう気持ちが感じてましたので、すごく楽しい1週間です。愛媛ラスティングの、愛媛でのコンセプトは、アイドルですね、発表されてるからね、ちょっとなんか雰囲気がいつも以上にすごいなって。すごい盛り上がりましたよね、ツイッターとか、リツイート数とかも結構、そうね、すごくこう、やっぱり注目が高いのかなっていう。感じてたんですよ。昨日の試合は違ってビーチョッキーなんですよ、はい、ビーチョッキーの本当の試合もそうなんですね。こうレッツが折り返しなんですよ。そのお客さんの7割以上が女性の方だったんですごいですね。これはなんかジャニーズのコンサートこんな感じなのかなと思いながら、ね、本当にコンサートらしい1週間っていう感じで、そうなんです。なんか寂しいことにこんな1週間で終わってしまうかなという一番苦しさはあるんですけどね。まあでも最終日やからこそね、あなたの最後の一番大きな盛り上がりを作っていきたいなというふうに思いますので、皆さん今日はですね、最終日一緒に盛り上げていきましょう。よろしくお願いします。ではお知らせをお伝えしていこうと思います、はい、まずは新型コロナウイルスが5類感染症に変更されたことに伴い、はい、感染拡大防止対策を基本的に解除しております、はい、今後はお客様ご自身での判断を尊重して、自主的な取り組みを基本とした対応をお願いします。はい、皆さんの自由な感染をお願いします。ジェット風船を使用した応援は引き続きご遠慮ください。ご理解のほどよろしくお願いいたします、はい、そして夏のこちらもその去年のオリックスといえば、はい、あの愛媛で夏の神社で始まって、ね、はい、スワローズは夏の恒例イベント、ビーズ夏の神をサムティ株式会社がメインスポンサーとなり、ビーズ夏の神2023サポーテッドバイサムティとして、8月のホーム公式戦、全12試合で開催いたします。期間中にスワローズの選手が着用するユニフォームも決定しております。はい、オリンピックでユニフォームもすごく素敵だったんですけど、次は夏の陣と、あれゲットしたいね、ゲットしたいね、楽しみがすごい嬉しいですよね。夏の陣も10年以上やってくれて、はいはい、これでもユニフォーム持っているかな、いるよな、いるじゃないですか、やっぱり地球の月中が、カウチューがすごい印象的で、そうね、着てる子もいますね、今ないといるもんね、たまにいます。すごいなと思うから、昔のこのユニフォームを自分で買ってもらったやつをね、あのサイトから作り直してバンクとかにしてるといいですよ。リーグでいくんですよ。そう、オリジナルすごいな。バカですよ。すごい素敵なんです。私のメインフォームをお客に紹介していただきたいと思います。こちらが8月のホームコース全試合です。はい、そして今日のおすすめグルメご紹介です、はい、今日は雪エビのシュリンク&ポテトという商品のご紹介です。雪エビってああいうのだっけね、冬の雪エビは幸せです。そうそう、雪エビですよね、うん、今日はエスニーチーズとリセットっていうのが、うん、エスニーチーズ環境に配慮した商品を使っているお店で、はい、新しい店舗になっております。あとお皿とかこういうそういうのもそうなんですよね。この雪エビは完全に陸上養殖で雪を汚さずに育てられたエビだそうです。なるほど。だから SBC というところで殻まで食べることができるので、たくさんの食感が楽しめるというとても新鮮な食品となっております。完全に陸上やからこの寄生虫とかほとんどいないやつし、そうですね、エビのシリーズ美味しい。あ、ない、美味しい。唐揚げとエビフライ。唐揚げとエビフライ。唐揚げとエビフライ。
まあ、ちょっとエビフライって言って、もっとなんか、いい感じがあるやつが。何せ、これぐらいの食材というのが、食べやすい、ちっちゃいの身を揚げてあって、まあ、食感も完全にフライするんじゃなくて、唐揚げチップになってる、そんな感じでした。
であるドラッグさん開始されますので、コミュニケーションでぜひ今まで以外のフォローにご覧ください。よろしくお願いします。はい、はい、ですね、お店でいらっしゃるので最終日ですね。寂しいな、この日で最終日だと思うのはすごい寂しいんですけどね。どうぞ、お見えたら、お相手はポストゲーターの南部雄介さん。